もしも逃げなかったならば、傍若なままだ子供の頃から生死をさまよっては、家に伝わる秘薬を飲み続けた日常、必要なこともろくにできない、ただの役立たずだと家族に疎まれしがいに歪んでた心、希望なんてどこにもなかった、ただ生き続けるだけの日々、15歳の時唐突に組まれた縁談の話、相手は他国の落ちぶれた貴族の娘、扱いを間違えれば毒にもなる薬、たまには共に食事をしましょう、そう彼女を誘い、二人分のスープどちらにも毒を入れた、二人で行くのも悪くないだろう、さあこれが僕らの最後の逃げたのよ、私を置いて君のための